決まってね。まあ、その辺説明して。どこでも指示いただければ。まあ、例えば今もまあ、こういう感じで、これもいい網網なんですよね、この辺だと。ねえ。すごく鮮度も良くて。で、池じゃないというか、その豊洲で池でも来るんですけど、こういう野地でもすごくいいのがあったり、この辺も春を感じさせるような、お魚。かまこせ。れも結構、かなりぶっとおきけ。て、いい感じのカマスが。This is a special part. New one. すいませんね、本当にこんなことをわざわざしていただいて。いえいえ。先生、ごめんなさい。もちょっと高いですね、ここ1、2週間。100ドルぐらい？こういうシーンが、まあ、なんかビデオ受けするかなと思って、今、ちょっと断面の中に行ってみました。A whole fridge full of uni. Yes. 今日はまだ情報が流れてないですかね。流れたのかな。あ、昨日か。そうか。もう流してる。なんかウニ飼いたいって言ってるんですけど、どうしたらいいですかね。あ、ウニが飼いたい。彼のアカウントで、返送で。そうかな。これ、ちょっと待ってね。僕の手が。光栄っていうところのブランドはですね、結構いいウニを仕入れてくれるところで有名で、で、その中のバフンの中でもこれはメールですね。で、すごく、レベルジュアイアップ、ちょっとね、いいですね。そう、すごく、信頼のおけるメーカーさんですよ。じゃあ、タカさん、ごめんなさい。この4点、LA 検証で。検証、検証、LA の検証で。はい。ありがとうございました。なんやけど、なんか。ウニチームですね、これが。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、貝類チームがありまして、まあ、いろんな貝がこうあるわけなんですけど、have to open。まあ、こういうような感じで、水槽の中にずっと貯めて、貝を貯めています。赤貝とかもういい頃じゃないですか。クラ赤ス。貝ですか？赤貝？もう、赤貝いい頃です。そうですよね。多分今日は今売り切れてたっぽいかな、わかりましそうた。いうイメージ。そうですね、この辺が。そうですね。あ今のと、すごかったですね。入ってたこれ。That's a bloody crumbs. That's Hokkaido scallop. This is different. Yeah, and over there, East Coast one is like flat, but Tokyo one, I mean, Japanese one is like wave. Yeah, it's good. The snow crab. これもう水がですね、もうめちゃくちゃ冷たくてですね、水温度が違うんですよ。やめて、あっちと、大丈こっ夫ちですだか？と。はい。で、キビスーパーコール。スーパーコールですね。They should get. やめて。That's good. It's great for me too. みんなこひらめ。このカレーはちょっと怪しい。そうですね。なんか一匹白身でも。Can you wanna get? ほうぼう行きましょうか、一匹。ほぼ1本、はい。あと、まあ、季節的には、まあ、さっきもありましたけど、とか、こう、アイナメとかもいいかもしれないですね。そうですね。アイナメの方がブレイクしやすいし、アイナメにしでもあるし、ほうぼうにしようかな。訪問しました。写は真撮い、わかりました。まあ、そうですね。写真撮っても色がね、いいんで。そう、この辺も、この子いいですね。この子。He's coming.
こいつちょっとください。すみません。じゃあちょっとこの方法いっちゃいましょうか。はい。今ちょっと閉めますんで、少々待ってください。すみません。ちょっと待って、ヒデさん。これだけ言っちゃう。はい。こっち側の方がいいか。そう、右からの方が。すみません。